そもそもさ、ドーピングチェックやんだったらさ、全員やんなきゃダメなんじゃないの？なんで客が望んだから木村選手だけやりますってさ、それ客に引っ張られすぎなんじゃないの？格闘技が。でも木村さん全然反省してないの面白かったよね。薬を抜いたって言ってたじゃん。いや、そもそも摂取したらダメなんだって。ドーピングやってる人なんて本当いっぱいいると思いますよ。今回のは無氷山の一角だと思いますよ。でも検査してもなくなんないと思うんですよね。もうモラルの問題だから。いや、もうお互いのプライドがルールなんですよ、こういうのは。あ、そういえばね、八津さんに会った時にね、俺もノーコンテストにしてくれねえかなって言ってたんすよ。はい。いや、もうね、被害者ファミリーの会作った方がいいよ、これ。え？あ、まだファミリーじゃないか。